おはようございます。寝たい。今日鶏そぼろです。これを先に作っていきます。フライパンに鶏のミンチを乗せてほぐしながらごまを少し入れて食感をプラスしていきます。そして焼き鳥のタレですね、クリシアンの。まあ味付けはこれだけで。あとは水分が軽くなくなるまで炒めていきます。はい、一品できましたね。そして卵を3つ油を敷いて、卵そぼろも作っていきます。卵がだいたい火が通ってきたら、ここに鰹節ですね、1パック入れて、全体に混ざったらここに白だし醤油です。これでだし巻き卵のような感じの味になるので、試してみてください。はい、次にソーセージをボイルしながら他の具材も作っていこうと思います。次に鮭フレークですね。これにマヨネーズを入れて混ぜておきます。はい、水分が飛んだら焼き目がつくまで香ばしく焼いていきます。まずは鶏肉のそぼろと鮭フレークですね、鮭マヨですね。鮭マヨを軽く下に塗って、マヨネーズがついてないのを上から持っていきます。だし入り卵ですね。そしてソーセージを乗せて、今日の三色弁当完成です。お弁当にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。この後は逆再生をお楽しみください。